はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザード7、2週目をやっていきたいと思います。2週目のやり方なんですけども、一応物語を追っていきます。考察しながらね、ちょっと進めていきたいと思いますので、その物語上でもうどんどんネタバレ的な発言をしていきます。ここの場面はこういうことを言ってたのねみたいな。なのでまだちょっとね、全然物語見てないでネタバレが嫌な方に関しては、1週目とかをご覧いただければなと思ってます。で、1週目ではミアに結成を打ったんですけれども、2週目ではゾイに結成を打って進めていきます。で、あと画面の明るさはマックスに明るくして、かつカジュアルで、なるべくサクサクサクっと進めていければと思ってます。じゃあやっていきましょう。カジュアル。で、これはタンカーですよね。リーさん元気？どうしてもあなたに愛してるって伝えたくなって連絡してみたの。いいニュースよ。もうすぐ家に帰れることになったの。待ち遠しいわ、この子守みたいな仕事を終わらせて。そうだよね、子守みたいな仕事ってことはエブリンの輸送中ですよね。寂しいわ。で、一応エブリンの輸送が終われば帰れるという予定ではあった。愛してるわ、イーサン。早く会いたい。離れていてもあなたを思ってるから。それじゃあね。あれで、このパソコンはイーサンが見てんの？ちょっと手に血がついてるよ。タンか？ミアか？で、これがイーサン最後のビデオレターですよね。あなたに私嘘をついた、ごめんなさい。これ撮ってるシーンか。左上にレックって書いてあるから。私を探さないで。いや、俺だ、イーサンだ。ああ、大丈夫か。てかさ、アメリカってさ、こういう広大な大地じゃないですか、日本と違って。こういうところにもさ、やっぱ電線とか立ててさ、携帯の電波とか立てるんだね。超大変そう。詳しいことはわからない。わからないけど、とにかく彼女から連絡があった。何かのいたずらかもな。でも、迎えに来てくれと。彼女はどこに？ダルベイだ。ルイジアナ州だよ。いや、分かってるけど、本当に彼女なら。そう、タンカーの事故から3年経ってるんですよね。で、タンカーの事故で一応ミアは一旦記憶を失ったと。で、別に車はあれだよね。で、この車っておっさんと戦う時の車みたいっすね。Eさんの車だったみたいっす。あれ、おっさん戦とか覚えてっかな。まず鍵取って車に乗り込むっていう。で、鍵はつけっぱなしと。さて行くか。ここだな。ここだな。で、一応ね、連絡をしたのはね、エブリンの意思ですね。エブリンはミアを気に入ってて、ミアはイーサンを気に入ってるから、イーサンを父親にしたいと。目的を確認する。ミアを探すと。めっちゃ明るいね。完全に昼間だな。いやー、明るいって素晴らしい。走ろう。で、これはどこなんだ？本館？分からんけど、とりあえずロックされてると。で、行けないから、じゃあ回り込んでいきますか。あれ、どっちから回り込んでいくんだっけ？こっちでいいんだよね。でも走るか、こういう場面で。で、これは一番最初のビデオテープの人たちですね。なんだっけ、忘れちゃった。ニュースキャスターの人たち。ようこそ。あ、で、これはあいつが書いたのか。
通話ゲーターズエピソード17ルイジアナのゴーストハウス潜入取材企画書。中はペラっては見れないかな。で、これはなんて書いてあるの。恵みを受け入れろ。虫がすごい。人影が見えるんだっけ。なんか違ったっけあ、いる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 。あれおっさんだよね。走れない。おっさんがこっちの方に行ったけど、マジでどこ行ったんだ。すげえ潜伏能力だな。ここはカラスがパサーってなるけど、特にあれなんで。で、かがんで先へ進んでいきましょう。走るか。まあ、あとね、一応ね、4時間以内にクリアするとまた隠しアイテムとか手に入るみたいなんですけど、物語はね、ちゃんと見ていくんで、まあ、4時間以内は多分無理だと思うんで、まあ、それは目指さないで普通にやっていきましょう。普通にサクッとみたいな。で、カバンがありますと。だ、運転免許証とかね、本来取んなくていいんだけどね、こういうの。で、一応アイテムスロット確認して、あ、そうだ、ミアからのメール。ミア・ウィンターズ、送信日時2017年7月18日火曜日23時4分、宛先イーサン・ウィンターズ、ルイジアナ州ダルベベーカー農場迎えに来て。で、中身とかは特に調べられないかな。で、あとは運転免許証。顔の部分はねなぜか結構はっきり残ってると。よし、じゃあこのまま先へ行きましょう。このブランコとかねなんで作られてんの。ゾイとかルーカスがこれで遊んだのかな。うん、わりかし明るいよね。なんかここ最初行った時めっちゃ暗かった気がするんだけど。あ、中見えるしいいねいいねいいね。で、中に入ってガチャンと。おーおい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 、おっかねえじゃねえかよ。なんで一回わざわざ閉じ込めたんだろう。もうそのままさ、なんかぶん殴って気絶させればいいのに。ドア開けて、ドアを閉める。シャットアウトしていこう。で、なんか音がしたけどよくわからん。ここ開けられない。で、ここら辺が、これなんだ。あー、これでもなんか女の子立ってる。エブリーの写真か。ちょっと女の子っぽかったっすね。で、ここ開けられない。で、ゴキブリ開けてみよう。うわ、なんだチクショ。で、あとはこの記事。ルイジアナ南部で相次ぐ失踪、2年間で20人以上。電子レンジを開けてみよう。カラスの死体。冷蔵庫も開けてみようてかさ、なんでこいつは冷蔵庫開けてみようとか思ったのかね。で、あとは調べるところは特になかったかな。2階に行ってみましょうてか、ここら辺すっ飛ばしたかんな俺。ビデオもちゃんと見ます。押して反応がない。で、ビデオテープがあって、ハイオク取材。で、一
応セーブができますねと。はい、で一応セーブをしたのでまた行きましょう。で2階はこんなものなので、1階へ降りていきます。ここ開けられるな。特に何にも入ってない。でここもない。でここも特にない。てかなんでさ、ミアさこんなところにいたのここで何してたの。ここはねマジピピらされましたからね。で、あそこにテレビがあるので、ビデオテープを確認していきましょう。オルガン、で、ここにもなんかあるね。これは、あ、これはミアが閉じ込められてた写真かな。こうやって見るとなんかわかるね。最初マジなんだこりゃみたいな。あそこの写真もちょっと見てみましょう。これ誰？あ、なんか実験してる感じ？実験してる時の写真かな。足があるね、寝てる。これ誰？これミアなのかな。ちょっとぼやけててよくわからないけど、じゃあちょっとビデオテープを再生していきます。で、これがね結構長いんだよね、ロードが。ホーンテッドハウスリヘアサルみたいな、リハーサルって書いたのか。うん、こっち大丈夫か。心配するなピート。いいか、素人なんかいらないんだ。ヘマするなよ。あまりロン二の前はごめんだ。ちゃんと音を拾え。2年も前の話だろ。当てれこはしない。キーピック、そう、ここにねキーピックが起こってるんですよねこんなやつ認めないぞ。そう、企画書、まあ、いつでもお前をクビにできるの。これさっきの企画書っすよね。ちょ、待って、確認だ。屋敷内を一通り映して導入シーンを撮る。いつも通りだろ。なあ、今度こそタイトルちゃんと言ってくれよ。心配するな。今宵のスーワゲーターズはクソったれゴミ屋敷の情報満載。どうだ。最高だ。こんなんさ、テレビに出していいの、クソったれゴミ屋敷とかまあ、待ってるか。よし行くぞ。開かない。ちょっとどいて。しまって。ここら辺はね、まだ字幕を入れてなかったんで、やっぱ字幕があった方がいいっすね。なんでボロ屋なんかに。資料読めよ。必要ない。ただの幽霊屋敷だろ。子供騙しだ。なんで俺がキャスターだったんだぞ。週末の代理だろ。メインじゃない。なんだ。別に。今度のシナリオは、廃墟の農家に消えた家族、怪しい事件の匂い、お決まりさ。この家はいつから廃墟だって。3年前だ倉吉、これ取ってくれ。つなぎの絵になる。はい。つまり田舎者一家が謎の失踪か。田舎者じゃない、ベイカー家だ。ジャックとマーガレット夫妻、静かに暮らしてたようだけど、息子のルーカスは悪い噂が多い。不良だったらしいな。ここ開けられる。何も入ってない。ここでね、なんだよ。キーピックを使えるんですよ。いい靴なんて履いてくるんじゃなかったよ。これひでえな。写真がある。これは何だ。病気になっちまう。ここにあれが入ってるね。けどまあいい背景が撮れそうだ。アンドレ、どう思う。アンドレ、アンドレ、ユーマアンドレ、クランシー、アンドレ見たか。いや、先へ行ってしまいました。どこ行った。ったく何考えてんだあの野郎。あいつとは二度と仕事しないぞ。アンドレはね、プロデューサーはいくらでも買いが利くんだ。カメラマンのこういうとこ慣れてるんですよ。ずっとこういう取材してたんで。
なんだ今の、聞いたか。アンドレ、どこ行った。アンドレどこにいるんだ。いやでも明るいってすごいな。これ閉められんのかな。閉めらんない。こいつほんとよくここ気づいたよな。すごいよ。なんだこれ。マジで勘弁してくれよ。よし、こうしよう。アンドレを見つけてさっさと帰るぞ。番組はもういい。まあ、そりゃ怖いよな、こんなところ。よし、行こう。地下へ通じる道。あ、アンドレ見えるし。明るいから。その絵を撮るんだ。アンドレ見えるよ。だから先に行け。もう先に行くけどさ。タグは。見えるか。なんだ。あ、こうやって見えないんだっけ。いる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 。ここではまだね、なんだっけ、カメラマンの名前、クランシーだ。クランシーは殺されてないんですよ。捕らえられただけ。マジかよ。お、マジかよ。マジかよ。てかよくこんなさ、廃屋でさ、こんなビデオ一人で見てたよね。で、さっきキーピックで開けたじゃないですか。で、キーピックで開けたんで、ここもね、開いてるんですよ。で、アンティークコインがあると1枚ゲット。まあ、アンティークコインもなるべく集めていきたいっすね。で、これで下に行けることが分かったんで下へ行きましょう。よいしょしてたのかな。で、こっから先ですね。おお、明るいね。ここもね、無我夢中だったからね、全然分かんなかったっすね。素晴らしい。なんだなんだ。よいしょっと。うわ、で、これがアンドレかな。アンドレはもう殺されてましたからね。てか、いけねえし先に。こっちか。初のタフガイぶりだよね。うわっていうだけで終わり。これが全部行方不明者か。アンドレさんはずっとここにいるのか、かわいそうに。で、特に何もないんで進んでいきましょう。こことかって
廃屋の地下1階ってもう全然来ないからね。てか廃屋自体がもう来ないのか。んなんだなんかが崩れ落ちたのか。これ絵が描いてあるね。なんだろうね。ダディ、ダディ。てかなんか音がするね。もう忘れたよ、ここら辺。ちょっとなんて書いてあるかはわからん。ダディ、ダディって書いてあるの。やっぱお父さんが欲しいんだよ。お母さんだけじゃなくて。で、ここにミアが捕らえられていると。ああ、なるほどね。こっちに繋がってたのか。ミア。開かない。で、エブリンはたまにここにミアに会いに来てたと。そういう手紙があったよね。手紙っていうのか、文章っていうのか。あれだけど。で、ここ。死んだ人たちですね。ベン死亡、ハロルド転化、アーサー転化。で、転化した人たちは、多分あのヘドローになったってことっすね。で、一番下のクランシーっすね。クランシーが L って書いてあるんで、クランシーは、さっきのビデオ回してた人。で、L っていうのは多分ルーカスのこと。で、バースデーに出てた人はクランシーなんですよ。だから、ルーカスに引き渡したってことっすね。で、裏側、ミア。で、ミアはまだ特になんともないと。で、天下死亡、天下死亡、死亡、死亡とか、天下とか、続いていくっていう感じっすね。で、チェーンカッターがあって、これ、絶対武器だよ、このチェーンカッター。で、こっから先には別に行ってもしょうがないと思うんで、まあ、普通にミアを助け出しましょう。チェーンカッター一応2マスかもうここら辺は忘れたな。一応少し中見てく。ここら辺なんてもうそうそう見る機会ないからね。でもトイレとかそういうのはないんだね。ミア、見つかってよかった。俺だ、イーサンだ。イーサン、大丈夫か。どうしてここにいるの。どういうことだ。君が呼んだんだろう。違う、私じゃない。私が、誰にも見られてない。あいつには。あいつ、他に誰かいるのか。一体何があった。あいつが来る。早く逃げないと。今すぐ逃げるの、早く。あいつはどちらか。エブリンのことかな。で、ここのね、ミアはね、まだ全然どこに行く気だ。記憶を失ってるんで。安全な場所よ。どういうことか説明してくれ。君は3年も行方不明だった。3年も、もうそんなに経ってしまったの。どうした？なんだこの場所は。何をされた。後にして、まずはここから出ないと。あ、確かこっちのはずよ。おお、ここもあれか。実験室的なあれなんだね。ミア、説明してくれ。君からのメッセージで。私じゃない。私は知らない。呼んだだろ。呼んでないわ。それじゃあちゃんと話してくれ。私が知ってることはもう全部話したわ。こっちへ行きましょう。エブリンだね、呼んだのは。ミア、そっちで会ってるのか。あの一家が食事を運んできたから、覚えてるの。いや、食事って言ってもさ、どんな食事食わされてたんだろう。気持ち悪い食事しか見たことないんだけど、今んとこ。こ
これデブだったら通れないよね。ここよ、ここだわ。ここよ。この部屋覚えてる。覚えてる覚えてる。ドアがあったはずよ。間違いないわ。そう、あったはずなんだよ。ドアがない。なくなってる。なくなってるわ。あなたが来てくれたから家族になれるわ。いや、これはちょっと、ここにドアがあったの、信じて。ちょっとエブリンに支配されてる今の言動。あなたが来てくれたから家族になれる。ミア、早く逃げないと。ここにいてくれ、いいな。出口を探してくる。よし。で、一旦こっちへ行って、そう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 、ここだよね。で、こう人形があって、じゃこの人形マジ何なのっていう。ミアなのかな。で、この人形は別に何なの。やめて、離して。一瞬で消えるとかすごいよね。あ、こっち行った。じゃあこれも見てみよう。E001。ああ、そうか。そう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 。被験体 E001、エブリンね。で、こっから廃校につながってるってことか。なるほど。一応こっちからも行けたんだ。で、こっちの方に来て、で、階段を登っていきましょう。なぜ勝手に開いた。そんなシステムだったっけ。で、特に何も入ってない。で、電話があって、で、ここは、あ、廃屋の見取り図か。マップを見る。おお、すごい。で、ここにも一応部屋はあって、で、一旦ここら辺で回復薬とかを取っていきましょう。回復薬ゲット、回復薬ゲット。2つだったっけ。そう、どん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 と音がして、このどん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 は何なの。ゆっくりではいけないよって。で、一回戻るとミアとの戦闘になると。やだな、分かってるとはいえちょっと怖いよな。あ、これも勝手に進んでる。うわ、いるいるいる。え、めっちゃ吹っ飛ばされた。こんな吹っ飛ばされるんだっけ。超人的な能力を得るって言ってるからね。抵抗する。あれ、これってさ、うわ、やられた。ミア、待て、よく、ガードガードガード。なんちゃって、すげえ無我夢中だったからな。うわ、痛いぜ。回復薬。声が聞こえる。そう、エブリンの声が聞こえる。あの子が私の体の中に戻ってこようとしてる。やめて、出てって。私を一人にして。私が悪いの、当然の罰よ。包丁包丁。ミア、なんでこんな。回復薬を使う。これ使っていいの。あれ、どうすんだっけ、その後。一応回復薬使う。使うって書いてあるから。元気パーイ。この時ってさ、まだ汚染されてないよね。
ミアほっといて進もうとするとミアが復活していくんだっけ。あれ？いけない。あれ本当どうすんだっけ？マジで忘れた。包丁どこ行ったの？包丁。ミア調べられる？ああ、復活した。私に頑張るよ。おお。で、手物があって。くたばれ。あ、そう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 。ほら、こっちの方が早い。これはもう追いに行こう。ほら、けない、けない。さすがだ、エブリンパワー。いや、この時でもさ、何も知らないとさ、絶望感半端ないよね。殺してしまった、やっちまったってなるけど、まあ、ちょっとそういうのあんまり気にせず探索しよう。あ、電話電話電話。はい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 、はい、電話の方が重要みたいなね。ここに来るんじゃなかったね。誰だ、一体何が起きてるんだ。私はゾエ、屋根裏から逃げられるよ。屋根裏、今すぐ行って、早く。了解だ。あ、開いた開いた開いた、開いた音がする。で、いなくなってると。これミアが行ったのかな、あっちに。手斧をゲットして、特に何にもない。確かこれで何にもないはずなんだよね。ちょっとあんまり見れなかったから。本はいっぱい置いてある。ガードよし、先行こう。ここで出てくるんだよね。マジでビビらされたからね、ここ。怖い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 。こっちを見ながら行こう。あれ？なんでだよ。おかしくねえか。あ、なんでミア出てこないの？あ、ヒューズだ。ヒューズを取らないといけないからだ。ちょっとミアにビビりすぎだな俺。ヒューズってどこにあったっけ。ヒューズが必要って書いてあって、ね、ヒューズ、ヒューズ2階にあるんだっけ。ちょっと2階に行くか。え、ちょっとヒューズ分かんなくなっちゃったんで、じゃあちょっとなかなかいい時間になりましたので、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。